関禅寺城は大阪府貝塚市橋本にあった日本の城。関禅寺城は貝塚市の南側にあり、近畿川に面した段丘城に位置し、北側には小栗街道が走り、根頃寺とは根頃街道を介してつながっている。推定地として貝塚市立中央病院から近畿川を挟んだ対岸の一帯で、江戸時代には橋本村の集落があり、 安楽寺付近に、本丸があったのではないかという伝承がある。泉の戦いでは、根頃州の主力部隊がいた。安楽寺の三門小木川上閣の東側を流れるもとは、泉国の四長者の一人、軍基地長者の二冠の堂であったものを、永六元年に、根頃州と三好市との戦いの時に、取り出をこの地に築き先人としたのが最初とされる。天正五年。 西河進行の時には、赤前事情は見えないが、天正9年、高野攻めには、城郭取り立てなりとある。また、天正11年、秀吉の奇襲攻めでは、中村和氏を、岸和田城に入城させ、西河州、根頃州に備えた。天正12年小牧、長久手の戦いに、豊臣秀吉が出撃した隙を狙って、西河州、根頃州連合軍は、 中村城、沢城、田中城、関禅寺城、戦国堀城を五城を付け城として、岸和田城の五町ばかりを隔てて、翌天正13年正月初めまで、幾度か小規模な戦闘が続いたが、同年1月16日、西河州、根頃州連合軍は七つ付け城から、岸和田城を、工城、中村和夫自体も反撃している。 同年3月18日に、西賀州、根五郎州連合軍は、木木により出撃。同年3月21日、岸和田城から豊臣・秀吉軍が出軍、戦いとなり戸場城、中村城、関禅寺城は、崩壊や落城した。この時、豊臣・秀吉軍は、地蔵堂丸山古墳に陳を置き関禅寺城と、大事していた。豊臣・秀吉は、占い藩。 再良賃を仲介とし、畑中城、沢城は開城した。この戦い後、赤禅事情は破局され、廃城となった。赤禅事情と、周辺地域の空中写真、国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成寝頃デジロろ,ろ岸和田市立郷土資料館増上閣に関しては、当面78件20、掘り、 西面九十三軒見え彫り、南面百二十軒見え彫り、外に、横二十五軒、長百五十軒ちょいけゆう、北面百三十二軒見え彫り、外に、大川ゆう、本丸三十五軒四面うんうんとあり、本丸は、約五十三メートル四方で、周りには堀を巡らしていた。また同所に秀吉の奇襲攻めの配置として、とあり、五つの矢倉に、 それぞれの武将が配置され、城詰衆として360兵、増援軍として9140兵が城内にいたと記されている。1843年のひね軍ん寺社格には安楽寺境内やその一帯が城跡と記されている。石前寺城の発掘調査として2003年に2回、2004年に1回実施された。二千三年に行われた発掘調査は、 個人住宅建設に伴うもので、石前事情の堀と考えられる遺構が発見された。堀は東西に掘られており、幅は6メートル以上、深さは1.8メートルで、U 字型に掘り込まれて、石垣は備えていなかった。堀は山層の毎度が確認でき、下層は断続的な水の流れが確認でき、防備目的以外にも排水路との指摘もある。中層は、 人為的に埋められたそうで、埋め立て作業が短期間で行われた。上層は埋め立てた後に新たに掘削された溝となっている。またこの溝からは大量の瓦や大きな礫などの遺物が出土しており、これらを使用して溝が埋められたと考えられている。この堀は城の南側に設けたと考えられ、下層からは日瓦が出土しているが、 呂状線と関係ある異物は出土しなかった。また、2004年に行われた発掘調査では、江戸時代の生活排水口は検出したが、石前事情と関連する遺構は確認できなかった。理由としては、後世の開発により削り取られている可能性がある。寺池、石前事情の南西側にある。ありがとうございます。